トライアングルの演奏風景使用楽器は、アラン・エーベル。トライアングルの演奏風景、アンゲリカ・カウフマン、エル・アレグラ、1779トライアングルは、対面楽器に分類される、打楽器の一つである。トライアングルは、金属の棒を三角形に曲げた形状の楽器である。トライアングルとは、英語で三角形のことで、その形状からこの名がついている。現代のトライアングルは、 通常、三つの角のうちの一つが、閉じられず、切れた状態である。故に、トライアングルは二箇所の曲部を持った一本の棒であると、言える。一定の音律を持たない。楽器が自由に振動できるように、開いていない角に紐あるいは金具をつけて吊るし、金属の棒の鉢で打つ。専用スタンドに取り付けて演奏できるようにした、製品もある。特に軽音楽の分野では、 指で楽器の一部に触れて振動を阻害し音色を変化させることが行われる。また、打つ位置によっても変化させることができる。一見すると簡単に扱えるように見えるが、クラシック音楽で使用される楽器の中では非常に熟練を要する楽器である。音量をコントロールすることは困難であり、演奏が困難な複雑なリズムも要求される。 曲奏や求められる音量などによって大きさの異なる楽器、またはメーカーを使い分ける。非常に小さな音を出すときには通常より軽いビーターが使われるなど曲奏や求められる音量などによってビーターも使い分ける。網張り、その他木製のビーターを作曲家が要求することもある。中世の絵画にすでにトライアングルが現れている。天使がトライアングルを演奏している絵画があり。 トライアングルが礼拝に使用されたと見られている。古いトライアングルには一般に底辺にはを通してあった。また、三角形の一角が開いていない、完全な三角形のものもあった。現代のトライアングルは、正三角形の形状をしている製品が多く見受けられるが、初期のものは二等辺三角形であった。西洋のクラシック音楽のオーケストラに使われるようになるのは、 18世紀中頃である、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ヨーゼフ・ハイドン、ルートビヒ・バンベートーベンに使用例がある。トルコ軍楽隊の模倣として、トルコ行進曲の部分で、バスドラムやシンバルと共に使用した。フランツ・リストのピアノ競争曲第1番の第3音楽章では、トライアングルの独奏が見られるため、音楽評論家のハンスリックに、トライアングル競争曲などと揶揄された。 ありがとうございます。